ウィリエム・クラース・ヘダなどの生物画で知られる。ハールレムに生まれた。父親は建築家で、おじに画家のコーネリス・クラース・ヘダがいた。豪華な食事の並んだ食卓を描く、生物画、バンケッチェを描いた、ハールレムの画家、ニコラース・ヒリスから影響を受けている。1631年に、ハールレムのサン・ルカ画家組合に入会し、後に、組合の会長を務めたが、生涯についてはほとんど、 知られていない。肖像画や宗教画も描いたが、ファンダイクラと同じように食卓や食器、食材などを題材にした、生物画で知られていてる。精緻な質感の描写など高度な写実性で知られる。息子のヘリット・ウィリエムス・ヘイガや、マールティン・ブレーマデス・ーンメラの弟子がいた。ありがとうございます。